先生、質問があります。皆さんも小学生や中学生の頃にはこんな風に元気に素直に先生にわからないことは何でも質問する生徒さんでしたか？この番組では丹波市にお住まいのいろんな先生にスタジオに来ていただいて、いろんな質問に答えていただきます。どんな答えが飛び出すか楽しみですね。皆さんに代わって質問をするのは、パンダのような体型でリベカという名前の私、パンダリベカです。それでは早速、今日質問に答えていただく先生をご紹介しましょう。今日質問に答えていただくのは、お隣の丹波篠山市を中心に活動されているノルディックウォーキングのインストラクター、篠山 N ウォーカークラブの小島めぐみ先生です。めぐみ先生、今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、早速なんですけれども、めぐみ先生は日頃はどのような活動をされているのか教えていただいてもよろしいですか？はい、丹波篠山市内で、はい、各地講習会の方を、週1回ぐらいずつやっています。なんか出発点が決まってるんですね。あ、そうなんです。黒豆の館、はい、並木道、丹波中央並木道公園、はい、市民センター、篠山チルドレンズミュージアムとか、はい、あともうリクエストいただいたらその場所で、歩くこともできます。なるほど。で、今教えていただいた3カ所ぐらいのところからスタートすると、毎回同じコースを歩くことになるんですか？あ、毎回は違うんですけど、季節で花が咲いているところがあれば、花咲いているところに行くので、だから月では同じかもしれないけど、コースは毎月変えるようにしています。なるほど。こう出発点は帰ってくるところは一緒なんだけども、今日はここのお花が綺麗だと思うとそっちへ向かって歩いて行かれるんですね。で、歩き方の指導をしてもらえるということなんですか、ノルディックウォーキングは？あ、そうです。日本のポールを使って歩くので、はい、最初は持ったことないので戸惑われることがあるので、はい、最初は特に、はい、きちんとお教えします。靴の履き方からやります。そこから始まるんですね、はい。でも私も教えていただいたんですけど、紐靴っていうのは、紐が大切なんですね。足の 靴のかかとと足のかかとを合わせて、はいはい、紐で結ぶので、ね、だからコンコンコンって後ろに合わせないといけないんですね。そうなんです。で、紐じゃないと、うん、調節が効かない。その日の自分の足の、はい、むくんでるとか、はい、そういうのがあるので、うん、それに合わそうと思ったら、うん、紐じゃないと調整ができないできないんですよね、うん。でも多くの皆様はね、一度こう紐を通して結ぶと、うん、それっきりにして足をグイって入れてコンコンコンって、つま先をコンコンって合わせる人が多いですよね。そうですね。でもそれはノルディックウォーキング的にも、また正しい靴の履き方としてもそれは間違いなんですね。ノルディックウォーキングだけじゃなくて、はい、スポーツ全般に、そうなんですね、向く履き方なので、歩くだけじゃなくて、はい、走る方とか、うん、スポーツされる方は皆さんその履き方をされたらいいと思います。それってみんな知ってはることなんでしょうか？どうでしょうね。ねえ、最初に教えたら知らんかったとかは、多いですよね。私もそう、まさか後ろでコンコンと合わせるとは思いもよりませんでした、うん。そして何度も紐を締め直さなくてはいけないというのも知りませんでしたねえ、そこからやっぱり本当の基本の基本から教えていただけるんですね、はい。でノルディックウォーキングといえば、この頃ポールを持って歩いていらっしゃる方を見かけるようになったんですけど、うん、今から10年前ってそんなにいらっしゃらなかったですよね、日本では。いなかったと思います。はい、もう10年前だったら入ってきてたとは思うんですけど、うん、まだそんなにポピュラーじゃなかったですよね、うん。私がやりだしたのがちょうど10年ぐらい前なんですけど、若いのに日本のポール持って杖持ってみたいな、かわいそうに感覚ですよね。そうですよね、そういう時代ですよね、うん。だから
分かってなかったというか知れ渡ってなかったんですね。ですよね、ですよね。私もねポール自身は本当に早くにちょっと夫に買ってもらっててんけど、うん、それで近所歩いてたらおばあちゃんにあんたのええつやなって言われてそれ以来ちょっとあ家の近所では使わんとこうと思った経験がありますね。でも海外ではこのノルディックウォーキングっていうんですか、ポールを使って歩いたりっていう歴史は長いんですね。そうですね、あの北欧が発祥で、はい、スキー あのこの間冬季のオリンピックがあったんですけど、はい、その時のノルディック複合とか、ああいうスキーの選手の、はい、雪がない時のトレーニングに使われてたのを、それで使ってはるんですね。一般向けに改良したのがノルディックウォーキングになります。なるほどね。そうそう、だって本当にあのスキーのポールにとても似ているわ、うん、そしてあのメーカーさんもそうなんですよね。そうなんです。ちょっとここだけ見せて、ここだけ見せて、ラジオじゃない方には見えるんですけど、あのライブ配信で言いますよ、あのレキ LEKI というのきっと皆さんよくご存知だと思うんですけど、そのスキーのポールとかもそうで黄色と赤と黒、この配色がいいんですね。ね、種類はいろいろなんですけど、この冬のオリンピックの時に選手が使ってたのがこの色が多かったんで、ちょっと嬉しかったんです。ちょっとあの持ってきてくれはりました。種類は違うんですけどじゃあの、ラジオの方のために後でちょっとお写真を撮りたいと思いますでもあのイメージしてください。あの冬のねオリンピックの映像を見てみると、今日はめぐみ先生が持ってくださってた歴のポールが見えます。はい、そしてまず初めてノルディックウォーキングに触れられた方はまず靴の履き方から指導を受ける、うん、そして次はそのポールの使い方なんですけど、ラジオで説明していただくのは難しいかもしれないんですけど、普通に杖みたいにして使うといけないんですね。あ、違うんですね。その前にまず長さを合わせます。長さがポイント、うん、その人に合わせ、うん、あのよって違ってくるので、その人に合わせたポールの長さをまずそこで調整する、はい、それからですね。でそれから、うん、なかなか歩かないんですよ、うん、その次準備体操が、うん、はい、もうそんなすぐ歩けると思ったらダメしっかり準備体操をして、はい、水分補給して、うん、それから歩きます。おー、すごい。やっぱりあのよくちっちゃい時にプールに入る前に準備体操してって言われたように、歩くのはなんとはなく歩いてしまうんだけど、その前にやっぱり足のアキレス腱とかいうのが伸ばすのが大切なんですか。まあ、全身運動になるので、ノルディックウォーキングは歩くだけやけども全身運動になる。ポールを持って、はい、大きく腕を振るので、はい、それで、背中とかですね、うん、肩甲骨が動いたりするので、はい、足普通のウォーキングだったら足だけになりがちなんですけど、はい、うん、ボールを2本つくことによって全身運動になるので、うん、全身をまずしっかりストレッチしてからの方がいい、はい、あ、そうですか。でそういうのもそのめぐみ先生に教えていただくと、もうそこから教えてもらえる。はい、なかなか歩きません、うん、歩きません、覚悟してくださいよねで、あのそうです、だからめぐみ先生がね思われるのにね、っていうかすいません、まずねめぐみ先生とねノルディックウォーキングの出会いを教えていただいてもよろしいですか。だいたい10年前っておっしゃいましたよね。そうですね、うん、あの知ったのはもうちょっと前だったんですけど、はい、今から16年前になるんですけど、はい、ちょっと病気をして、めぐみ先生ご自身がね、はいはい、で、はい、3ヶ月寝たきりになったんですね。でそれで退院したけど、もう、ね、本当に寝たきりだったので、はい、立つのがやっと。だからなんかもう病気のことじゃなくて、その体力的っていうかその筋力がなくなってしまった、うん、だからご病気自身はもう完全に治ってらしたんですね。治ったんですけど、はい、あの筋肉が落ちてしまって、もう立つのがやっとで、車椅子で、あの移動させてもらってました。それすごいことですよね、うん、でとりあえずでもまあ病気は治ってるので、うん、はい、退院して、でまあ、家に帰るんですけど、はい、家の中でもやっぱり階段が、あの這わないと登れないとか、わ大変、そんな状態
だったんです。普通なんかこう病院でリハビリをしてそして退院してくるみたいなイメージがあるんですけど、うん、めぐみ先生の場合はそれがなかったということですか。まあ、産婦人科で入院してたので、はい、外科とかだったらね、絶対リハビリ、はい、通院でもすると思うんですけど、はい、もう全然なくて、あらあら、で、もう治ったからいいよって帰ったけど、うん、動けない、ね、それは大変ですよね。で、まあ、家の中でごそごそする筋力はまあまあついたんですけど、うん、はい、もうその買い物に行くとか、うん、どっか出かけて観光するとか、うん、そういう、はい、もう散歩するとかそんな無理なぐらい落ちてたんです、はい、やっぱり筋力ってすごいですよ。すごいですね。ご高齢の方が入院されて退院するときにすごいリハビリが大変やとか、うん、宇宙飛行士さんがやっぱり無重力のところに行くと筋力がなくなって大変やっていうのは聞くんですけれど も全然年齢関係ないですね、なくて、筋肉ってすごいことなんですね。すごいですね。それまでそんな自分の筋肉を意識して生活してなかった、あるもんやと思ってたので、病気が治ったらもう歩いて帰れると、うん、はい、そうですよね、治ったらね、思ってたんですけど、病気は治ってるし、うん、どこも悪くないけどないのに、うん、そんな状態になってしまわれた、うん、でその後そこから元に戻せなかった、はい、自分では戻せなくて、はい、でずっとこう広報に、うん、丹波並木道公園であるよっていうのは見てて、はい、ノルディックウォーキングのお知らせがあったんですね、うん、当時見てたけど、はい、うーんってしばらくちょっと考えて、はい、でやっぱり行こうと思って。でもなんか広報を見て目に留まったということは何かしら、何かこうビビッと感じるものがあったんですね。というかもう自分で元に戻せないので、はい、うん、誰かに歩き方を教わるっていう感覚もなかったんですけど、うん、でも教わらないと元に戻れないと思って、うん、もうなんかその歩くの自身、うん、今まで通りに歩けなくなってらしたんですね、うんうんうん、なので、うん、もうこれは行かねばと思って、うん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 、行って、はい、でまあ一回教えてもらって、はい、でまあその時並木道公園は月1回、はい、今も月1回ずっと講習会があるんですね、あるんですけど、はい、1回だけ行った時に、うん、ポールを使うので、はい、何もなしやとすごい私疲れてしまってたんですけど、はい、なんか今日歩けたなって。そうなんだ、やっぱり違うんですね。多分その時の歩き方が正しかったかどうかは分からないんですけど、はい、でもポールに頼りながら、うん、はい、でも、うん、歩けたなっていうのがあって、うん、もしかしていいかもと思って、で1ヶ月自分で歩いてみて、でまた講習会行って、ここが違うとか、もっとこうした方がいいよっていうのを教えてもらって、またっていうのを繰り返して、はい、たら楽になったんです。自分がもう歩けるし、その日常生活自体がしんどかったのが、なくなりました。すごいですね。それって、ノルディックウォーキングがリハビリになったということですね。そうですね。ということは、そのノルディックウォーキングっていうのは、それこそ病気をされた後の方とか、ご高齢になられて歩くのがちょっと自信ないわ、体力も筋力もないわっていう方にも向くということですね。そうですね。またポールの種類が違うんですけど、はい、ポールウォーキングって言って先が丸い、はい、今私が使っているノルディックウォーキングは先が斜めになっているタイプなんですけど、45度ぐらいになってるんですね、はい、もっとな丸くなってる、もう平面なんですね、はい、リハビリに適した、うん、ポールがあるので、はい、そちらも使って、講習会に来ていただいて歩くことができますので、そうですか、どちらでも。なるほど。だからもうさっさっさっとこうさっそうと歩きたい方は斜め45度、ちょっと自信がないからポールに頼ってでも歩きたいわっていう方は、平面の丸く、先が丸くなってるポールを使うといいんですね。そうですね。来ていただいたら、うん、お話聞かせていただいたりして、はい、どちらがいいかはその方に合うものをできますので、はい、そうですね。だからね、だからどんな方でも
ノルディックウォーキングはするといいということですね。いいです。だからもうスポーツもめちゃくちゃできるのよ、歩くのなんて習わなくてもって思う人にも良いし、はい、もうちょっとスポーツは全部苦手っていう人にもいいんですね。いいです。じゃあめぐみ先生はどんな方が来られても OK ということですね。はい、はい、すごい。ちなみに今はどういう方が多いですか、生徒さん。私のやってる講習会が平日が多いので、女性の方が多いのと、あと、まあ、高齢の方が多いんですけど、はい、高齢の方でその不安、みんなと一緒に歩くのが不安な方は、その方たちだけの講習会とかも、プライベートレッスン、セミプライベートレッスンみたいな形ですか、もやっているの で、 そうですか。今日もちょうど午後行ってきたんですけど。そうですか、でもそうしてね、いや他のみんなと合わせるのは難しいっていう方にとってはね、その距離といいスピードといい、そういうのがあるととても嬉しいですよね。めぐみ先生がね、ノルディックウォーキングを指導されてる時に特にここだけは大切にしてるんですよっていうポイントってありますか。私はたくさんの人と歩くのはちょっと自信がなくて、はい、できたらお一人お一人に、うんうん、お話を聞いて寄り添いたいなと思ってるんです。もう本当にマンツーマンの指導ですね。マンツーマンでもないんですけど、うんうん、皆さん目的がいろいろあるかなと思って、ね、それに合った、で指導を何も言わずに参加されるけど、遅れて来られるので聞いてみたら実は膝が悪いんですとか、そういう場合もあるので、だからできるだけお話を聞いて、お話ししながら歩いて、でどういった目的の、どういったことを望まれているのかっていうのをできるだけ聞いて、でそのように歩けるようになりたいと言われたらこうしましょう。なるほど。だから膝が痛かった場合ね、よく勧められるのが歩くと足に膝に負担だから、まあ、水中のウォーキングがいいですよとかってね、お医者さんに言われる方もいらっしゃるんですけども、そこまで悪くなかったらポールを使って歩くことは可能なんですか。お医者さんの許可は必ず得てほしいです。まずそれは得てから、はいはい、お医者さんが歩いてもいいよって言われた方やったら大丈夫、来ていただいたら、はい、分かりました。ありがとうございます。ではここでめぐみ先生のリクエスト曲を一曲お聞きいただこうと思うんですけどもね、めぐみ先生こう穏やかにお話をしてくださってるんですけど、今日持ってきてくださったのがゴスペルなんですよね。、はい、で実はお聞きしたらもう大ファンだということで、じゃあちょっとその思いをお聞かせいただいてもよろしいですか。とか言って、持ってきてくださったのがテイクシックスというゴスペルの男性のグループですかの方だそうで、めぐみ先生はもう25年来のファンということなんですけど、どうでしょう。大好きです。おかしい、それでいいですか。じゃあめぐみさん、先生の好きなテイクシックスのパラダイス愛のテーマをお聞きいただきます。テイクシックスの歌うパラダイス愛のテーマをお聞きいただきました。今日はノルディックウォーキングのインストラクター、笹山 N ウォーカークラブの小島恵先生にスタジオにお越しいただいてお話をお聞きしています。来週は丹波市でノルディックウォーキングのインストラクターをされていて、めぐみ先生とも一緒に活動されることもある与田幸美先生にこの番組にご出演していただく予定もありますので、番組後半はめぐみ先生にはノルディックウォーキング以外のお話をしていただきます。めぐみ先生はね、ノルディックウォーキングと出会う前はどんなことをされていたのでしょう。はい、ビーズクラフトの講師をしていました。すごい、ってほどでもないんですけど、まだ全然違うことの講師をされていましたね、はいはい、なのでノルディックよりビーズの方が長いです。ビーズの先生の方が長いんだ。長いです。でもそれもご病気になって一旦お辞めになってたんですか、うん、そうですね、その病気になった時に座れなかったので、はい、全くできなかったんです、ね、本当に寝たきりになってしまってあったんですね。です、うん、今はこんなにお元気なのにも想像もつかないんですけど。そうなんです。だからその間、
そこで途切れて、そこからそこまではすごいもうめちゃくちゃ作ってたんですけど、そこからちょっとあの徐々にこう減らして。なるほどね。確かにあのビーズすごい生えた時ありますよね、うんうん、あの時全盛期の頃、うん、めぐみ先生もいっぱい作ってらしたんですね。いっぱい作ってました。そしてね、うん、あのビーズは講師になられてまでおっしゃってたじゃないですか。一体あの趣味でみんなね、うん、自分のものを作ったり、うん、お友達にプレゼントぐらいねされてる方は多かったと思うんですけど、講師になるまで技術を高めて極めていかれるっていうのはどんな風にされたんですか。あの、まあ、通信教育で、はい、資格を取ったんですけど、うん、もうあの課題を提出して、はい、いっぱいこう、うん、直しを言われて返してきてまた行ってっていうのを繰り返して、うん、あの全てのこう、まあ、金具を丸めるとかビーズ通すだけじゃないんですよ、うん、はい、だからそういうのも全部できるようになって初めてなんですけど、すごい、うん、もう別に教えるつもりで撮ったわけではなくて、うん、はい、自分の作品に、何やろ、箔をつけたかったとか。いやいやいや、でもお好きだったんですね、そういう細かい作業とか。いや、うん、基本嫌いです。あ、嫌いですか。でもそのキラキラキラっていうあのクリスタルのビーズがお好きだったんですね。好きでしたね。あれはね、やっぱりデザインとかもご自分でお考えになるんでしょう。初めは、うん、あのまあ、本があったので、はい、本を見て作ってたんですけど、うん、そしたらもうもっとこうした方がいいんちゃうかとか、あともうこうしてって言われたりとか、あのその欲しいっていう人に、うんうん、あのこんな色でとか、うん、こんな形でとかって言われはるんですね、うんうん、そうですね。だからだんだん本は見なくなります、うん、でも、うん、あのまあ、いろんな形があるじゃないですか。どんな形にもまあなるけども、うん、こう頭でイメージをしてそれを作って立体に作っていかれるんですか。まあ、頭でっていうよりは作りながら、うん、うんうんですね。へー、作りながら通していって、うんうん、ここにも穴開いてるから行ってみようかなとか、うん、あのまあ、私の中でビーズの作品っていうとアクセサリーとかをパッと思い浮かべるんですけども、今だったらどんなのが作れるんですか、ビーズの作品として。まあ、これからの季節だったらブレスレットが一番出るんですけど、あの半袖になるので、はい、今私がすごい、あの皆さんにいいって言っていただいてるのはサンキャッチャーとか、あのバックチャーム、ね、あ、それもできるんですね、うん、あ、バックチャームいいですね、うん、これからあのカバンにつけるととても夏っぽいイメージがありますよね、うん、素敵。そしてね、そのめぐみ先生のビーズっていうのはあの今も作り方をどこかで教えてらっしゃるんですか、皆さんに。自分で人を集めてっていうのはしてないんですけど、あ、はい、まあ、ワークショップみたいな感じで、ご要望があればみたいな、あればですね。それとあと、まあ、リフォームとかリメイクもしています、はい、結構プチって切れたりとかしちゃいますもんね。なのでそれで、うん、まあ、それも、うん、まあ、お話を聞いてたら、はい、すごい大事なビーズだったとか、思い出の、うん、あるので、それをまあ眠らしときたくないとかっていうのは、諦めてある人多いかもしれないですね、うん、気に入ってたのにある時プチって切れてバランバランバランってなって、あーどうしようってちょっと瓶の中にしまっとこうかなみたいな人、うん、たくさんいらっしゃいますよね、うん、じゃあもしも直してほしいと思ったらどうやったら皆さんは直してもらえるんですか。負け嫌いなりの、あ、丹波笹山市ですね、はい、はい、スノビさんっていうお店があって、はい、そこに私の作品を置いてもらったんですね、はい、そこであのワークショップとかもしますので、そこのお店に言っていただいたら、うん、あのつないでもらえますので。なるほど、はい、じゃあのリフォームしてほしいなっていう方とか、ワークショップね受けてみたいなっていう方とか、もう自分では作れないけど、うん、あのめぐみ先生の作品を見てみたいなと思う方は、丹波笹山市の笹山の、つまり松下郡の裏ぐらいになるんです ね、 ですね、負け嫌いなりは本教寺さんの本教寺さんというお寺さんがあって、はい、そのお隣にすのびさんというお店がある、うん、あるね、そこに行くと大丈夫、はい、ということで、はい、ちょうどあの負け嫌いなりとかウォーキングにもいいところなのでぜひ歩いていただいて、はい、ぜひぜひ。でコーヒーも美味しいお店なので、じゃあぜひ皆様お立ち寄りください、はい、今日はどうもありがとうございました。
本日、はい、先生質問がありますにお越しいただいたのはノルディックウォーキングのインストラクター笹山 N ウォーカークラブの小島めぐみ先生でした。そしてビーズの先生でもいらっしゃるということで、ビーズにご興味のある方は丹波笹山市のスノビさんチェックしてみてください。ご案内役はパンダリベカでした。来週のこの時間は四田ゆきみ先生にお話を伺います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。